はい、セイクリッドブレイドやってきます。で、今回はねシリルさんのパワーが1500到達したんで、マルチレイド覚醒した帝国軍総司令官をプレイします。で、マッチング、シリル使うかな。はい、マッチングしました。この緑色の魔法使いのやつめっちゃ強いやつだな。シリルさんはね、ちょっとエレメンタルは合ってないんだけど、複合タイプなんでね、盤面の整理とか単体でのチェーン稼ぎと、あと、まあ、ダメージディーラーとしてね、頑張っていこうかな。で、今回は、スレイか。スレイと、リアとシリル。で、スレイが遠距離で、魔法タイプだね。で、チェーンとか稼ぎつつ、シリルさんで、ダメージ与えていくみたいな感じかな。ダメージディーラーがあまりいないけど、今回リアがいるんでね、ちょっと強気に行ってみました。そしたら次の人が、回復してくれるね。いいね。結構ヒーラーいるときは強気に攻めれるからやりやすいから。おっと、やばいやばいやばいめっちゃいきなり食らってるよ。このゲーム、この槍のやつ強いんだよな、全体的に。なんか一方向にクサッと刺してくるような敵がね、なかなか強いんですよね。さあ3人目の人、回復を、お、いいね。スレイを回復しに行ってる。まあ範囲がな、そんなにないから。確かね、リアの回復範囲って3チェイン、ん？ 2 チェインで2マスかな。まあ1チェインだとこの範囲がギリギリだ。でも、ライフマックスまで回復していく。ナイス。じゃあ、私のターンですね。どうしようかな。回復の必要もないし、ちょっと、あれだな。盤面整理をする前に、一気純正で、無敵つけて。ああ、でもこれあれだな。ちょっとチェイン稼いで、MP 稼ぎつつある程度ダメージを与えていきたい。紫2チェーンいくか。縦に攻撃、まあ、1体だけ剥がしておきましょう。上の兵士のバリアを剥がしていく。で、2発目、効かない。おー、いいね。一気純正が効いてきますね。で、2人目どうしていくか。いや、マルチ面白いよな。この状態だと、まあ、リア動かす意味もないしな。スレイでチェイン稼げないんだったら、もうおのずとシリル君を使ってダメージ与えていくしかない。まあ、このパーティーだとそうなるね。で、2チェインを作って、もう一体、あ、いいね。ちょうど、白エレで2チェインかまして、バリアを剥がしていく。で、まだ無敵ターンがあるんで。3人目。おっと、スレイで3チェインだと、結構、あれかな。ダメージ与えつつ。スレイは、3チェインから上下方向の、攻撃も追加されるんでね、いいんですよね。いつもな、人気なんだよな。図が高い。回復しつつ、3チェインで敵を倒していく。お、やばいやばい。食らってる。ちょっと待って。どうしよう。これは回復、待てよ。純正すればいいか。回復しなくてもいいわ、こいつは。無敵があるんでね。で、今回、まあ、ダメージ系の消費持ってる、消費っていうか、スキル持ってるのがスレイしかいないんで、まあ、回避に MP 割いても文句は言われないべ。で、4チェインで、あ、いいね、この方向の4チェイン。かなりの敵を巻き込んで。さあ、4体。すげえ、フルフルでスキルか、起動して。カンナギ。気持ちいいね、このスキル。
シディル結構ね、チェーン、2チェーンだと、2チェーン、3チェーンだと範囲狭いんだけど、4チェーンからね、3マスなんで、それで敵を巻き込んで、倒すパズルが楽しい。私の専門は。お、ダブルアタック。いいね。避けられる。MP 稼いでく。さあ、3人目。リアで回復してもなっていう感じだけど、まあ、チェーン稼いでいく感じかな。2チェーン、3チェーンとつないで、ちょっと移動したいのかな、この方。3チェーンして剥がしたいところだけど、1人剥がしていく。いいね、ナイス。さて、どうしようかな。スレイ動かすか。いや、3チェーンで、紫かな。紫3チェーンつなげて、やりに行くか。こっち倒す？いや。奥までつなげて。お、4いったね。あ、これ強いね。これいいわ。さあ、バリア剥がしつつ、右下の兵士をやっていく。うわ、つえ。気持ちいいです。さあ、どのような動きを見せてくれるか。サンチェイン、あ、スレイを動かしてますね。スレイだと下のエレメント、光エレメントの固まってるところで、マックスサンチェインか。まあ全然いいと思う。サンチェインやると上の方にもね、ギリゴブリンを倒して。あ、いいですね。さて、そろそろボスが出てくる頃合いか。お、シリル起動して、紫をつないでいく。宝箱取って、下の左、あ、右か。リセットした。あー、このターンだとな。盤面整理を。あー、 MP ね。そうだ、 MP マックスだからね、使っていかないとね。で、シリルさんを動かして盤面整理をしようとしてるのか。迷っている。めっちゃ迷ってるね。いやー、シリルさんでいいような気がするけどな。スレイはこの盤面だと動かすような感じじゃないしな。お、リアの位置調整をしていくか。お、緑つないで、サンチェイン。いいね、弱点を。弱点ついていく。まあ、光だ、あ、違う、水じゃないか、木か、こいつ。おお、いて、めっちゃ食らった。これはどうしよう。光か。いやー、光か。シディル動かす意味もないし、リア動かして光チェーンしつつシリルを回復させるみたいな感じかな。で、回して、ルートが空いていない。こうかな。こうして、下、下、上。あー、これか？回復していく。まだ出てこないか。多分あの紫の兵士倒したら出てくるね。さあ、スレイ。スレイ今回動かしにくいな。さあ、どう出る？紫、右上の紫2チェインでやってもいいような気はするけど。おっと、シリル動かして、緑踏めばもう左上やれるかな？うん、全然もう何でもいけるような気がする。よし。で、スキル起動して、回復も起動して、貫いていく。さあ、ボス出てこない。まだこいつがいたか。
アクティブいいね。アクティブスレイいるんで、スレイのランタンを各この槍持ちに落として、さあ一人落として、おお、 SR はノックバックがあるのか。いや、いいな。 SR のスレイ持ってないんだよね。で、もちろん動かすのはダメージディーラーのシリルさんを紫エレメントにつなげていく。そこら辺のね、うじゃうじゃして。4チェイン行けばかなりいいんだけど、ただつながってるから。いいね。それいいですね。うまい。パズルがみんなうまい。おお、2人倒して。さあ、ボスが？ボスまだ出てこないか。あ、出てきた、出てきた。3チェイン5回。いいね。でも光エレメントいっぱいあるから、これ目ん玉もね、合わさって。ちょっと待ってよ。スレイの5チェイン。まずこれ入れよう。こんだけ集まってたら余裕でしょ。一発入れて。ね。ゴブリン、目ん玉、ボスと、チェイン。ちょっと待って、当たんねえし。マスを間違えた。大変申し訳ございません。私のターンでね、3チェインでしっかりとバリを剥がしておかないと。まあ、スレイの方がいいかな、今回は。どうだろう。ただな、もう敵がそんなにいないから、ちょっと一回、ランタン使って、エレメントを増やしていく。さあ、これで、もう一個。増えたね、結構。でも、繋がってはいないんだな。3チェインが限度か。上で3チェインして、ここで直接バリアを剥がしていく。さあ、3チェイン3回いて、スレイが気絶していく。これは何したらいいんだ。シリルさんかな、ここは。お、紫でつなげていくか。いいね。その盾、真ん中最後につないで、3チェインの2回攻撃でバリアを剥がしていくのか。お、4チェインまでつながった。これだと範囲が広がって、横のなんか突き刺しの、なんつうの、この変な防衛施設みたいなの破壊できるからね、いいですね。お、ちょっと重い。いいね。カンナギ入れて、で、敵のバリアを剥がしていく。あと1回、あと3チェイン1回で剥がれるぞ。思ったら、シリルさんが、ラリってる。これ、カサンドラいたらな、回復できるんだけど。まあ、全然、このリアでもね、2チェインから、で、ボスいるから、ボス掴んで、手前のエレメント入れて3チェイン。いいね。いきますね。3チェイン。これは大丈夫なんじゃない？それが正解だと思うな。もういった。さあ、リアの渾身の一撃で、ボスのバリアを剥がしていく。剥がれた。ナイス。さあ、敵のターンかな。いて、全員ラリってる。全員ラリってるとね、もう一回敵のターンが来るんだっけ？来ないんだっけ？で、回ってきて、一周回ってきて、こっちのターンになった。これは結構いい盤面だぞ。ただ、スレイのね、ちょっと位置が私のせいで右上に押しやられたんで、なかなか難しい位置にいるな。これだったら、シリル動かして。まあ、MP 的に結構余裕があるんで、回避つけてもいいと思うけどね。さ
あ、どうする？スレイの4チェインでハメでいくのか。場所的には4チェイン当てれないな、あそこだと。そこだと微妙だな。お、真ん中まで行って。はい、いいのか？当たらない。じゃあ、私のターン。あ、まだ、なんか。2チェイン、3チェイン。微妙。これだったらシリル使って。今回だと倒せないな。紫踏んで、盤面整理をしつつ、3チェインぐらいは出せんのかな？で、ダメージを与えて、防衛施設も破壊していくと。いいね。で、ランタンも壊すんで、さらに追加ダメージが入る。このランタンが強いんだよね。スレイのランタン、マジで強い。で、あ、いいね。これ光エレメントたくさんあるんで、これはもしや、ちょっと一気順戦入れて、念のため回避をして、保険をかけつつ、光エレメントをつないでいく。これは、まあ、4チェインはいけるんじゃないか。上回して、こう。これで、まあ、いいか。倒せるんじゃないかな、これ。よし。マックス4チェインかな。これでいきましょう。さあ、シジルの4の型で、コースにとどめを刺していく。4の型、はい、いいね。ありがとうございました。いやー、でもマルチレイド楽しいな。結構ね、ギリギリの戦いってほどでもないけど、ね、やりがいのある感じで。お、じゃ、なんか私1位になってますね。はい。そんな感じで今回はマルチレイド覚醒した帝国軍総司令官をシディルでプレイしていました。ではまた次の動画でお会いしましょう。次はね、ボス攻略やるかな。結構ね、ストーリーも進めているのでよろしくお願いします。